本日2024年、1月の6日18時57分。先ほど、TBS の報道の日という番組の中で、石川県、能登半島のその輪島市での、火災による、もともと朝市が盛んだった地域ですね。まあ、そちらの方の方たちに心の声で、画面はもう数秒ですぐ変わってしまったんですけども、そちらで大きな地震が発生してると、未来でという内容を伝えたときに、あれが言ってきてるっていうことを、その朝市の、まあ、おばあさんの方が、言ってらっしゃいましたので、まあ、YouTube で、まあ、未来からになりますけども、まあ、1年前ほどの動画が見当たりましたので、そこの出演されてる人たちに、2024年、1月1日16時過ぎに、震度6強の地震が来ていると、まあ、そのあたりが一面が焼け野原になっているので、当日までに避難しておいてほしいと、まあ、そういうことを伝えようと思います。これが、まあ、私の毎日というか、一応その1年前のピンク色の、まあ、その、まあ、パーカーを着ている女性、いや、まあ、ジャンパーのようなものを着ている女性に呼びかけています。で、反対側を向いていた時の声なので、本人の声かどうかわからないんですけども、まだ聞こえてきたっていうことを言ってるので、聞こえているのは聞こえているのと、あとその認識自体を持ってるようですね、ようには見受けられます。ただこれは本人に聞いてみないと、メモしなかったら忘れるでしょうから、その 1年後に地震が発生してるっていうこと。だから
まあ動画の映像とかはその本当は映しながら、お伝えしたいんですけど、まあヘッドホンつけたりしてるのは音漏れで、ね、音声がその公開されないようにというところでの対応なんですけども、うん、まあこういうふうな悩みと、日々私はまあ向き合ってる。まあ顔が持っていかれたりとかありますけども、まあその辺のところはね、あの顔なんか一晩寝たら治るもんなんだから。ただちょっと自分の音声が届くっていうところを今警戒してるのは、今日一日そのテレビに向かって特に喋ってないんですよ。だからそういう時であれば別に睡眠薬飲まなくても寝れるんですね。でまあその辺のところも本当は法改正してほしいですよね。でスーパーコンピューターがなぜ作られているかって言ったら、その防災がメインであって、作られているのであって、まあ未来との昔の時間軸をつなげる、まあ一つの、まあ道具でもあると。まあその中で行政が防災をメインにして、60% 以上、スーパーコンピューターは、その機能の 60% 以上を防災に使用するっていう条件で作ったと言っても過言ではないんですよ。だからその辺のところで、まあ、放送法からでいくと、まあ、防災に関することを放送しなければならないという法律的な定めがあります。これは他の法律とかでも、まあ、人命だとか、人権だったりだとか、いろんなものを含めて、ね、まあ、複合的に、その辺のところは優先して、まあ、普通に考えていただいたら、この未来からの時間軸から声をかけるっていう行為自体がね、本当にあるものだって認識できるものであれば、裁判官であれば簡単に、ああ、そういったことであれば、睡眠不足にさせられるような理由ではないということを簡単に判決できます。で、ほとんどの裁判官はこういうこと知ってるんですよ。警察官の人もね。ある程度の数の警察官。全く分かってない人もいますから、まあ、それは話していて分かるんですよ、すぐに。だからその世界に慣れてもらわなかったら、多くの人は。まあ、こういう規模で行ったところで、なんかこの2名の方がね、じゃあそこの地域の人たち全員避難させるだけの力量あるかって言ったら、それ無理でしょ。急にそんなこと言い始めたって。最悪精神病院とか連れて行かれるでしょ。まあ、警察が間違ってるじゃないですか。精神病院も。君たちがただただ勉強しなかったんでしょっていう、そういうことなんですから。人の言うこと信じなくて。まあそういうふうな、まどろっこしさというか、まあ行政が発表すればいいんでしょうけどね、テレビ使って。で、テレビ出演者だって多くの者がそれを経験してるんだから、まあ、それをみんなでね、正式に発表して。まあその程度のことでは睡眠不足にさせられないだとかね、そういうようなことでいいじゃないですかね。いつになったら大人としての、責任者としての行動ができるのか。それは国会議員の人たちへの、これはメッセージでもあって、国連の人の人たちへのメッセージでもあって。まあ精神病もそうだし、警察官もそうだし、まあテレビ局関係者もそうだし。まあ結局経団連の人たちとかも聞こえてくるの慣れてますからね。関西の方の経団連みたいなのも。あの、そこの新浪さんですかね。あの、もともとローソンの社長とかされた方なんですけども、まあ、今のところ、まあ、万博に関しては、延期するべきだっていうことを今言ってくれてるんですけども、まあ、僕はもっと踏み込んだところまで言ってますけども、もうこれはすぐ中止だと。これもともと前例あるんですよ。1995年の阪神・淡路大震災の時にも東京都で、万博を開こうとしていたんですけども、阪神・淡路大震災をきっかけに、今そんなことしてる場合じゃないということですぐに中止になったんですよ。まあそれをかけて別に選挙今すぐしたらいいし、選挙にこだわるんであればね、はっきり言いますよ。各都道府県知事でしょ、内閣総理でしょ、こんなもの今更選挙なんかどうでもいい、前例があるんだからすぐに中止したい、中止もうしない、簡単
もう裁判所判例に背いた即逮捕とも同じぐらいの考え方でいい、本当に。もうそれがいつまでたってもできないんだったら、それも根性がないとか、もうそういう話になってくる、本当に。いちいち国民に信を問うとか、そんなめんどくさいこといちいちしなくていいの。しなきゃならないっていうことはもう今決まってるんだから。今決まってるじゃん。もうずいぶん前に決まってるの。だからそれを覚えてなかったっていうだけのことなの。で、岸田さんはずいぶん前からもう明言してくれてます、他の大臣。その映像はちらっと見ましたよ。もう、1ヶ月ぐらい前に。大地震が発生したら万博は中止するって。経団連の方とかでね、まだ大阪の一部の勢力が万博を成功させるだろうなんだろうって言ってる、そういうインターネット記事が流れてきてるんですよ。1月5日の記事として。だこれが、マスコミとか行政の人間とか、もしくは情報関係の、部署の人たちとどういうふうな話し合いになってるか分かりませんけども、まあ、そういうような記事流れてきたら絶対僕は言いますよね。だからそれをもともとその万博を開催しようとしてた人たちが悪い。で、この状況下でね、本当に言ってるかどうかで考えると言ってないんじゃないかなと思うんですよ。昔の映像を出してきてるのか何なのかなとか。それよっぽど、変な人にならなかったら言うわけないでしょ。石川県でね、あれだけの大きな地震発生して大変なことになってるのに。被害状況なんかだん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 範囲分かってくるんだから、どん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 被害状況は数字化されて出てくるのはもっと後になってくるわけであって、死者の数とかね、阪神淡路大震災の時でも正式な死者数が出たの1年後ぐらいですよ。当たり前じゃないですか。探せるわけないんだから。急に発見していって死者の数がカウントされるんだから。毎日こういうふうなことを一人で家で行ってるのが私の、毎日ですね。いろんな意味でその辺のところは精神病院の人に理解してほしいですね。また声に出して伝える時とかもあるんですよ。そういう睡眠薬が必要になるようなルールを一体どこの誰が考えたのか。せいぜいテレビ局のわがままな言い分だったと思いますよ。もう足込んで言いますけども。もうしんどいですか。大した放送もしてないのに。放送してるの邪魔された。営業妨害だなんだの。もう最初そんなところだと思いますよ。大したことない。地震、人の命を守る方が最優先。ずいぶん前からテレビ局で淡いケースが何かものを言ったときに、ごちゃごちゃ言うような人間いなくなりましたけど、最初はまだだいぶ言ってきましたよ。本当のこと知らないで。たかがテレビ出てる程度の連中でですよ。テレビ出てる程度の連中で淡井圭介の目上の人間なんかいないいないいない。いないよ。年齢が上なだけ。年齢が上っていうことは淡井圭介よりもっと責任持って仕事してもらわなか。だったらそういうことちゃんと自分から言えるようにならないかな。だけど言い出すだけの勇気がない。もしそれが嘘だったらどうしようとか。どんなところで大人として人間として気合とか根性を見せるかっていうところで、そういうものが全然見当たらへん。もうそれだったら我がの銭稼ぎのためにテレビ出てるようなものであるから、そんなものは認められへんよ。おそらくこの業界も同じっていうことやん。音楽業界だろうが、ドラマだろうが、映画だろうが。そこでくだらんようなシーンとか入れてきたら、そしたらこっち怒りますよね。なんでエロ業界のような内容作っとんねんって。もうこの会社どうなんやっとんねんって。それ暴力団側の生き方やないかって。性暴力団や。判例に背いたら即逮捕や。昔から判例ぐらいあるわ。もう次々と、もうテレビ局のそういうやつ作った人間、片っ端からずっと逮捕されたらええねん。で、それテレビで放送したらええねん。こういうふうな内容をテレビ局で作って放送しようとしたから、逮捕されてますって。何回も何回も。
簡単やん。そしたら作らんようになるわ。次本屋で、この辺でもアダルトコーナー置いたとこ潰しよ。今までも通算淡井圭介関係だけでもう5件以上は潰しと。またそこの伝えがなくなった。もう伝えなんかこの辺りで何回も潰れと。もう3回目ぐらいだと思う。谷上のギアも同じ、神戸市北区の。もうそこのギアも同じや。今どうなってるのか知らんけど、そこまで置いとったらもうあとは時間の問題や。兄の中町のギア、もうセブンイレブンとかも同じや。そこにしょうもない本を置くんだったらもうそこももう倒産した方がええ。それで分からした方がええ。ええよ。他で買うとこなんかスーパーマーケットあっちこっちにもうこの辺できなかったところや。冷凍食品でもある程度補助食品として買っといたえ。それだけの話や。いやもうこれ勢いあるときに、言えるときに言っとかなかったら、なかなかやっぱり自分もいろんなことに対応しなきゃなんないから、こういうことを結局まあ言い出しにくくなるとか、時間的にもういっかってなってしまったりだとか、まあ何回も何回も同じような店舗作られるところに嫌気がさしと。コンビニなんかこの辺いっぱい潰れてるから、今まで3軒以上は潰れてますよ。1995年以降この辺だけ一区間の駅のところですよ。ローソン、ファミリーマート、うん、潰れてますね。まあその他でもう一店舗のローソンは斜め向かいに移転はしてますけども、結局置いてるものが同じだったらね、話にならないから。もともとそのローソンも その辺のとこ突き上げられてるんですよ、僕に。でそれがその当時社長だった新浪さんっていう人で、まあそういうのとは関わらないっていうことで、結局そのローソンの社長を辞めて、違法ものよ、刑法見たらわかるやん、わいせつなものを分布させちゃならないって書いてある。それを掲載しとうやつらとか全員捕まらなあかんね、本当は。本当は楽天とかも中古の LDVD とか販売してるんだったらそれ捕まらなあかん、社長は。そんな人間が警察官として現場出てきたらあかんよ、楽天の三木谷さんのこと。有馬警察署のこと。まあ、神戸の地方裁判所の近くだったらそういうのができたらすぐそういうコーナーがな、もともとないものであったりだとか、置いてしまったらすぐ潰れたりとかするんですけども、裁判所から離れれば離れるほどその辺のエリアが手薄になってる、これが事実ですね。まあ、警察署なのになんで潰されんのっていう。淡井圭介を精神病院何回も入院させて9回もや。警察官が連れて行ったのは全部じゃないけども、もう証言だらけです。民法、民事訴訟法とか民法であります、証言のことはね。今電波で負けとかいうようなくだらない声をコンピューターが使ってきたのか、人間が使ってきたのか、そいつの負け。それで一瞬頭を取ったりしようとしてるんだけども、男の声、まあ、我が天下とか戦国風部のプレイヤーでも変な名前つけた奴らがいっぱいおるから、問題はそいつらも片っ端から調べた方がいい。まあそこそこ金持ってる人間とか上の方の官職に来てるから、まあ、そういう業界とつるんでいたとか、もう本当にいらない仕事どん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 なくしていって、本物の競争の導入で、そういう風な生き方しと連中を会社から叩き出していく。でそいつらは高級なんか取ってて腹立つでしょ。正義会社の人たちがいくらでもいいのにって。もう真面目に生きてる男性が
まあ、僕の意見に、賛成するようなことを今から言いますけども、例えば1956年、売春防止法が出来上がったの。っていうことは、それまでの裁判官とか政府上層部の人間とかで、昔の人ですよ。もう今は生きてないと思いますけども、金に物を言わせて、女買ったり、女男買ったりとか、それが当たり前だった。根性腐ったやつら、不倫とかするようなやつら。もし自分が結婚していて、自分の嫁さん手出されたら、腹立ちますよね。怒りますよね。最悪長引かかってしまいますよね。で、そういうふうな奴らが、もうじじいですよ。どんなこと言ってたかっていう。1956年でしょ、売春防止法ができなかったの。で、第二次世界大戦が1948年頃でしょ。で、そういうふうな奴らが、わしが代わりに抱いたるとか言ってるさ、神回答、特攻隊させといてね。二十歳前後の人間とかに。許せんでしょ、そんな奴ら。そいつらと知ること同じやから。金に狂ってんの。結局、各コンビニがね、そういうエロ雑誌置いてるとか、本屋も同じや。大して変わらん。そういう奴らだと認識したらいい。普通にレジでピッピッって押してる人間も。当たり前や、何回も同じこと教えと。今更知りませんじゃ通用せんよ。ちゃんとした仕事場で働いてみたらわかる。同じこと何回も言わせたら仕事なくなるよ。仕事入れへんから。当たり前や。応援やつなんか仕事するだけの資格ない。なんで金稼ぎできんねんっていう話や。真面目に仕事に取り込もうとする人間だけや。仕事していいの。そんな奴らが高級車乗り回しとって腹立つでしょ。人材派遣業法とか不愛とか出来高とか非正規雇用の契約書用意してきて、自分たちが現場で走り回ってるわけでもなくて、契約期間すぐ切って、で自分たちだけ大金手に入れて、経営者気取り、正社員気取り、ふざけんなよって。お前ら世の中舐めすぎやって。公務員のかなりしっかりした人でも、僕の件とかで失敗したら民間の方生かされるから、もう全部それが本当の話や。裁判所は真実が全てや。最初から最後も僕は生まれてくる前からそういう世界や。まともあの人間にいろいろバレて、でその内容が裁判所まで上がったらもう終わりや。今もうこの手の話したら腹を手にくり返るんですよ。そういうエロ業界潰しっていうのは昔からしていて、で僕はその辺のところもう忘れて、それも警察官が誘導してきた可能性があるんですよ。だもうそういうのには関わらないでとか、そういうような話で、それを言われて日々生活していると、そういうやつらとずっと対立していたっていう。だから政府上層部とかにも紛れ込んでる。あの大手銀行とか、もともともうそれも発見してる、だいぶ前からね。で、それで三井と住友合併させてるから。三井の中から出てきてるから。エロ業界で、まあ、体触らせたりとかしてね。金稼ぎしとった人間貸し出しの窓口。最初から黒着せられと。もう髪の毛染めとうやつらが多すぎる。本当は真面目に生きとったら髪の毛染めようとせえへん。海洋基本法違反になる。あと学生の頃みんな習ってるから、髪の毛染めたらダメだよって。だから昨年10月ぐらいから、文部科学大臣、女性の人で眼鏡かけた人で、もう名前忘れましたけども、髪の毛染めてたから下ろしました。こちらからね、請願法の陳情で。文部科学大臣。無理やん、絶対って。文部科学大臣の下で各教育委員会とかあるんだから、一番上の人間がね、手を示さなきゃなんないね。髪の毛染めと。
それで年収何千万も稼ぐ、ふざけんなよって。どれだけ世の中青く見とんねんって。髪の毛を白髪を黒とかに染めるのでも僕は許せない。もうエネルギーの残存量問題くらい知っておかないと国会議員なんか無理だから。答え全部間違えるから。気緩みすぎ、本当に。サイマッタの生活保護者がこんなに頑張ってんのに、えげつない金の稼ぎ方するなって。で、各政令指定都市は都政6法の内容に従わなければならない。だから服装に関しても、身だしなみについては、都政6法ので規定があります。それに背いたら違反なんですよ。仕事なんかさせてダメ。だから分かりやすく言うと、女性でたまに見かけるでしょ、メインに何かイヤリングだとか、ネックレスはなかなかいないとは思うんですけども、勤務中ですよ。え？って。あんた何歳なの？って。そんなもう学生でも18歳以下の人間でも学校にそんなもんしてくるやつまずいませんよと。それで年収何千万も稼ぐ。え？充足基本給がやり直せよって。それが世界への示しや。いらんから。すぐ偽物が紛れ込みよ。もともとがそうや。1956年は売春防止法出来上がったの。そんな後その法律なんか全然知らん顔して、それまでずっと世の中めちゃくちゃ、テレビ局とかもう海外も同じ。売春防止法が出来上がるの遅いから。だから円卓の騎士とかでも話見たら変やから、そのランスロットっていうキャラクターも、まあ小説の中のキャラクターだと思うんですけども、そのアーサー王の嫁に手つけて、でも不倫やんって。何が円卓の騎士やねんって、アホな話しやがってって。もうそんな話ばっかり、昔どこの国もパッパルバーばっかりや。根性のかけらもあらへん。しょうね、腐っと。日本も同じ。で、そういう奴らを徹底的に、潰していってるの。ずっと前から。まあ、警察官の中とかにも、そういうふうな業界に対して甘い奴らがいっぱいいて、隠蔽しようとしていた。で、警察官の人間が、精神病院、人命会病院の医者になったりしてたから。隠蔽でね。税金や、そこに。警察官自体は税金でしょ。で、その後、精神病院もほとんど税金。税金に食らいついてきて、エネルギーの残存量問題とかほったらかしして車乗ってたんちゃうの。普通に電車バスとかで買えよ。あと、そんな形で隠蔽しようとすんなよ。昔からその話や。二十歳ぐらいの頃からそのこと、話、淡井圭介の話で固定されと、永田っていう警察手帳らしいけども、秋葉株式会社では咲田って名乗ってた。咲田って名乗ってた名前の方が、その当時秋葉株式会社で働いてた人間なんか10人ぐらいはおる。北覚えてん。それみんな覚えと。目撃した人間が。そこは咲田で通っと。今更警察官も一人一人誰が信じれる人間なんか分からへんねんから。こっちで判断するよ。警察官の意見なんかどうでもいいよ。警察官、警察官、壁始めたら絶対捕まるよ。当たり前やん。こんなものすごい被害者。淡井圭介は2008年に路上で男4人組に暴行、まあ傷害事件なんですけども、殴りかかってこられて、両顎を割られて、神戸大学附属病院に搬送されて、翌日オペ終了して終わった後、大瀬まりなっていうやつに強制わいせつされてる。で、そいつたまに淡井圭介が働いてた今までの仕事現場に紛れ込んできと。ずーっとストーカー行為法違反をしとった。で、もともとエロ業界側の人間だったみたいで、で、まあ、韓国語を喋る。確かそうだったと思う。で、その辺の話が引き金になって、まあ、朴元大統領が捕まっていたんだと思いますよ。
従軍慰安婦問題とか、別に全然そういう話じゃないのに、それはそれでお金、賠償とか支払ってたはずだし、まあ基金みたいなものとか含めて。で、その件については決着はついてるはずなのに、淡井圭介の件ちゃんとテレビ取り上げて、それ、ね、放送したらいいじゃないって。で、それをしなかったから多分パク・クネ大統領捕まってるんですよ。変にか、多分かばい立てるようなこと言ったりしたから。それはそらし使ってるだけで、性被害者僕なんだから。その件に対して誠実に、昔、子供の頃に性被害をこう思って、結局、そいつ、韓国国になってる可能性があるんですよ。で、韓国でアスリートしていた可能性がある。で、これは、韓国語と日本語を喋る人たちは世の中いっぱいいるのであって、これ、全員に対して文句を言ってるんじゃなくて、諸事情、昔からいろいろありますから、もともと朝鮮半島自体は、台湾と日本、も含めて一つの国でしたから、まあ、どのくらいの年代から日本は日本として今の領土として見るかとかそういう話があって、まあ、今はもう国として分かれてるから、もう今の国境で引かれてる、まあ、国として、物事見てもらったらいいんですけども、今言ってるのは、別に僕は韓国や北朝鮮の人たちと揉めたいって言ってるんじゃないんですよ。揉めたくないんですよね。だから今説明してるのであって、まあ、その武力による統一をしてたわけじゃないんですよ、日本とその朝鮮半島の人たちね。その話し合いで合併してたから、周りが、別にこれはロシアのことを悪く言うわけでもなくて、中国のことを悪く言うわけでもなくて、当時は第二次世界大戦とか第一次世界大戦の頃でしたから、手組まなかったらやっぱり怖いでしょ、小さな国だから。日本にしても、まあ、朝鮮半島にしても台湾にしてもね。だから小さい国で手組んで、まあ、西は中国という大国、北はロシアという大国、東はアメリカという大国でしたからね。だからムン・ジェイン大統領の頃に、キム・ジョンウンさんと、まあ、ムン・ジェイン大統領の方で、まあ、首脳会談開いていただいたりとか、それも僕は考えて、安倍政権の時に安倍さんとして、対応してもらいました。水面下で日本が動いてね。それは他の国の首脳の人たち知ってますから、マスコミがテレビ放送しなかったとしてもね。これ話変でしょ。マスコミがそういう風な話されたら困るのか。だってマスコミの中にエロ業界のやつが混ざってるんだもん。例えば、ちょっと前の年末の、報道の日っていう番組で、畠山、読み方はわかりませんけども、あいつ田中玲奈でしょ。1997年8年ウルスラパークに働きに来ていたから。で、ヌード写真集とか出してるでしょ。で、州は株式会社で店長していた山口隆という男も有馬警察署でこの間見かけたんですよ。多分同一人物。で、その男は、読売テレビの中継車に乗っていたとこ見たことあるんですよ。高近年ね。で、州は株式会社の後、東京の、ズームインという番組で朝に出されて、その辺のことを白状させられて涙流してたんですけども、シューマ株式会社でそのものが店長とかしてるときに、僕一月370時間とかの労働時間させられてたんですよ。で、その前の、2001年とか2000年から2001年、2001年から2002年のシューマ株式会社の店長も竹縄って名乗ってた人も、その人も警察官の服装して有馬警察署で見てる、髪の毛染めてる人で、先田っていう名前は警察手帳は永田らしいんですけども、有馬警察署の人間は自信を持って自信満々に、こっちは永田で通ってるけどとか言ってますけども、そこで警察手帳を信じ込みすぎてるんですよ、警察官。で、何かを信じ込みすぎたら騙されるから、簡単に警察官も。まあ、家庭裁判所とか、まあ、まあ名前を変える裁判とかだったら大体家庭裁判所になると思うんですけども、裁判所の判決があったら名前変えれるから、名前変えた人間って絶対何か結構大きな事件を起こしてる。警察手帳ほど厄介なものはない。警察手帳に書かれている名前ってみんな信じてしまうでしょ。もっと重要なのは、この人は、まあ、長年の付き合いとかで、ね、絶対嘘を言うような人じゃないっていう、その認識が本当は一番大事。もう州は株式会社なんか書類でも嘘ついてきてるから。
証拠あるある。本当に夜中めちゃくちゃ。で、その、そこの春山整骨院自体がそこで、関わってる人間が、ごちゃごちゃ言ってきたときに、その大瀬まりなとか、この辺歩いてるから。もうそこで働いてるやつが、エロ側の方が強いだろうなんだろうって笑いながらこっち側に挑発行為してきてるから。介護職のやつら混ざっと、もともと、もうどこの業界も本当は同じやん。でそういうやつら徹底的に片っ端から追い出していかなか、そいつら仕事回さんかったやねん。真面目に生きてきた人間で金稼いだやねん。もう真面目にちゃんと仕事しよう。もう本当は髪の毛染めてるだけで真面目じゃないんですけどね、全然。義務教育で習ったことぐらいちゃんと達成せよって、髪の毛染めないことぐらいって。簡単やん、誰でもできる。そんなん根性あるとかないとかの話じゃないもん。誰でもできることやん。まあ話だいぶ長くなりましたけども、その未来からの声の時間軸本のもそうなんですけども、被災地でまあここ最近、まあまだ地震発生して、まだ1月6日なんですけども、元旦に地震が発生して、まあ、40代から50代の集団が自動販売機からこじ開けて、お金を盗んだりだとか、まあ、そういうふうな事件、あとはボランティアのふりをして大学生が車でね、現地へ、輪島市内に入り込んできて自宅の中のみかん盗んだりとかね、そういう事件が今のところ上がってきてますね。その辺のところが被災地の難しいところですよね。するって普通、あんなに大変な目に遭ってる人たちに、不法侵入とか家のもの盗んだりとかせえへんよ普通誰も。もう今言ったらあかんような言葉とか頭の中でもうよぎり始めてるから、もうそれは言わないようにしておきますけども、一部を焚きつけるようなことになるから。まあ、僕も一回人生でもう何回も何回も絡みに来られて、で中には急に殴りかかってきた人間もいましたし、骨の間に指入れてくる人間もいましたし、それ相当腕力ないとできないんですよ。握力もないと。もうめちゃめちゃ痛いですから。それを持ち上げようとしてくるから。肋骨とかの間に指入れてきて。で、そいつは捕まえようとしたら、もう逃げようとするやつはこっちがからかいに来て仕事場まですぐ逃げるし。で、一回だけ、その二十歳超えて手出したことあるんですけども、秀和株式会社北神戸店で働いていたのかな、働いていた時かな、まだ体はそこまで筋肉ついてなかった時なんですけども、その冬始まる前だから、なんかお前の家族も逃すだのなんだのって、まだ絡んでくるやつはいつも複数、本当に案外一人でいる時ってそんなにおかしな人間みんなならないんですよ。複数でいるとき、例えば友達同士とか、案外そういうとき、くだらん話とかし始めるから、しょうもない話。その瞬間自分の喋ってる内容は後から聞いたらわかると思うんですけども、しょうもない人間になってる。言ってることが、幼稚、稚拙。だからそういうときおかしくなる。で、自分たちの方が数多いから、絡んでくる。今まで絡んできた経験があるから、あいつはからかっても大丈夫だとか、そういうふうに思ってるから、めちゃくちゃなこと言ってくる。その時に我慢の限界が来て、その秀和株式会社の北神戸店のね、外飛び出して、で、まあ、逃げられてもあれですから、でその家族まで逃すだのなんだの言ってきたやつに、まあ、一発だけボディーブロー入れて、それに逃げれんようにできるから、
もう一人のやつが急にこっちが手出してきてびっくりしよって、急にガタガタ震え始めて、もう二人ともまた髪の毛すんとやつら。根性ババ色っていうことわざあるでしょ。ババっていうのはあの馬の馬と書いて、まあ、競馬場のことを言うんですけどね、本当は。まあ遠回しな言い方の方ですよ、根性ババ色っていうのはね。結局髪の毛の色とかね、なんで染めんのってそんな色にって、自分で自分の髪の毛の色を理解できてるっていう。まあ、だから僕も忘れっぽいっていうわけじゃないんですけども、まあ、そういうふうなことを一時的に忘れていて、自分は北神戸店のドア潰してしまったっていうことも忘れていて、まあ、飛び出した時にドアが潰れていたっていうこと自体が認識できてなかったんですけど、その時すごく頭に血が上っていて、だからいやもうね、だからもう分かるでしょ今の僕の心境。だから自分が強制わいせつとかされてるから、それが人生で初めて触られた、初めてって、まあまああんまり細かいこと言い始めた、子供の頃に自分の親とかに、まあ、あのおしめ変えてもらったりしてる時に、まあ、みんな触られたりはしてるんですけども、だからまあ例えばまあ中学生以降とかね、いやまあ小学校 2年生以降とかでもいいじゃないですか。もうそこからしたら分かんない記憶、本当に。だから、その初めて触られたのが、そういうふうな、両顎を割られた後の神戸大学附属病院、もともと国立病院。で、そんな中にもそういうやつらが入り込んできてるから。本当に喋ってる言動と、言ってる内容と、あと、行動でね、自分の身の回りの人がどのような気持ちでもそうなんですけども、あ、この人まともかなどうかなっていうのは自分で判断つけといて一線引いておいた方がいい。結構存在するから、いろんなところで言ってることはめちゃくちゃなやつらね。アダルトビデオ業界認めとうやつら、もうそいつらと組んでると考えた方がいい。本当は捕まえれる、どうせ探したらいろんなこと出てくるから。もう昔から、だいぶ前から、もう10年以上前から歌舞伎町とかの放送クラブとか潰したりしてんの。公正取引委員会動かしても別に刑法の方でもいけるし、結局もうこっちとしては国庫にお金返納させたいから、むちゃくちゃな金額で売ってるワインとかシャンパンとか、あ、そんなのもうね、完全な詐欺だから、もうそのちゃんと国庫にお金返しなさいよと、まあ、そういう形にできますから。でそこから、被害者の人に申請あったらお金渡すと。いっぱい潰したから、ホテルマンの方が上やん一流ホテルで働いてる。もともと僕ホテルマンです。ちゃんとメーカーの小売希望価格っていうものがあるから、それより外れるような金額で物を売っちゃダメなんです。それが公正取引法という法律です。本当はみんな刑法も使えるから、一般人では、裁判所で通ればね。民事訴訟法を見たら分かります。だんだん最後の方、刑法に変わりますから。刑事訴訟法に。いや、だから、不法先の、被災地の不法侵入の話で、それでね、いろいろ腹立ってね、もう我慢の限界が来たらとか、もうそういうことついつい、もう今は何とか言わないように我慢してるんですけども、まあ自分の例を挙げてね、まあどちらかというと、そういうふうなやつらに対する抑止力になったらいいなとは思ってるんですけども。阪神・淡路大震災の頃は、まあ、親戚のうちが北区にあったから、そこへ家族で一回一時避難をして、地震が発生したその日のうちに、で翌日か 翌日ぐらいに、まあ、遠い親戚で、吉田町のあたり、神戸市兵庫区の、須佐野中学校というところが当時あったんですが、まあ、今名前が変わってるかもしれないので、当時っていう名前で言ってるんですけども、当時須佐野中学校というところがあって、そこに遠い親戚のおばあちゃんが避難してましたが、一人で、
一人暮らしで。で、まあ、その面倒を見に、その下の中学校で、まあ、寝泊まりしてたんですけども、僕は。その当時、高校2年生で。で、その頃は、そこの、まあ、避難してきた男性たちで、まあ、自警団とかを作って、まあ、町の中、見回りとか、火の用心のようなね、ああいう風な、形で、まあ、見回りしてましたね、夜に。だそういうことも被災地で避難所で若い男性が、ある程度人数いるところであったらした方がいいかもしれないですね。まあまあある程度の年齢の方でもまあ集団でね10人ぐらいで、いればまあまあまず安全だと思います。相手の方が大体逃げていきますので。人手が足らないですからね。今自衛官や警察官たち含めて1万人以上今被災地に行ってるでしょう。そんな時にね、絶対捕まるやろって。そういうこと、いや実際捕まってるからニュースで出てきてるんですけどね。だからこんな時に物資の搬送とかで渋滞まで起きているのに、他県からボランティアを名乗って、しかも大学生が不法侵入して窃盗って、これはこの世から実態ですからね。だからそういうものばっかり見てるから、今インターネットがあるから、そういうふうなところとアクセスできやすくなってるから、そういうのを見ておかしになったんじゃないですかね。不法行為が何なのかっていうこと。あ、まあ、僕みたいなまとも側の人間とか、水面下で、その、政府上層部の人とか、法律界の人たちで、まあ、YouTube でアップロードしておけば、まあ、あとは、動いてくれる人たちとかはいますんで、まあいろんなところの摘発ですね。アダルトビデオコーナーを置いてるところとかね。あとはインターネットでそういうのを販売してるところの口座を差し押さえる。安倍政権の時にしましたから、山口組っていう名称で。海外の口座とかも全て凍結。な、本当は定期的に世界中でしなきゃなんない。世界のルールは法律。もう行った後政府。違法行為をしているのはそいつらだから。こっちは絶対負けない。さっきちょっと違和感を感じて、今まだそうなんですけど、両腕がちょっと震えるような形になってるんですけども、何か法律をね、この動画を見て、違う時間軸の人間が、違法行為をしているのはこちらだと、そういうような認識を持った人間、デマとかを回してね、相手を殴った話とかで、無理だから、ルール法律で正当防衛ぐらいある、刑法でも民事でも。まあ、法律という言葉のワードとかでもそういうことができるから、まあ、だいぶ自分のしてることの内容と外れましたけども、だからまあこういうふうなことを、テレビのニュースを見ていて、この人たちなら伝えれるかなっていうようなところで、伝えてる次第ですね。コツコツとした地道な活動。対象者が一人二人とかじゃねえ。まあその人たちがちゃんと逃げ延びてね、生き残れたらいいと思うんですけども、その輪島市の能登半島の石川県の朝市の人たちが何人逃げ延びれたのかっていうところですね。あの辺りは延焼してますからね、200頭の。まあその辺のところがちょっと普通の人間だったらそういうふうな行動とかすぐに諦めてしまうんでしょうけども、まあその辺のところが私が他者とは違うところですね。コツ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 粘り強く、まあ継続して行っていくと、そのうち町の中の人間で、
まあ、これ動画がどういうふうに検索ワード入れたら出てくるか、それが難しいところなんですけども、いろんな人間に言っておけば、その人たちが情報を回し合ってくれるかもしれない。それによって2023年の12月31日までにどこか違うところへ避難しておいてくれたりしたら、絶対に地震には巻き込まれない。他府県、まあ、他の都道府県、まあ、できれば隣接しているところよりも一つ間を挟んで離れたところの、まあ、各都道府県にしといた方がいいでしょうね。それだけ震源地から絶対的に離れますから、距離的に。だから被害は出ないという、まあこういうふうなことを行っています。皆さんチャンネル登録と、着信通知の設定をできたらお願いします。で、着信通知の設定がわからない方は身の回りの方に聞いていただいたり、販売店の方に聞いていただいたら着信通知の設定ができると思います。で、周りの人たちとかにもこういうふうなことを教えていただければ、その着信通知の設定がなかったら僕は YouTube にアップロードしてもわからないでしょう。結局検索ワードとかわからなかったら、基本的に僕はホームページ淡井圭介の履歴の一番にその日にアップロードしたものとか、前日にアップロードしたものとか、まあそういうふうなもの、まあ表記するようにしてるんですけども、そこからアクセスできるようにはしてるんですけども、数がとにかく多い。だからうん、一応 YouTube 一覧表とかでもある程度分けてるつもりではいるんですけども、まあこういうふうな活動が人の命が助かる方向で、進んでいけたらなと思います。まあ同じようなことできる人がいるんであれば、ね、していただけたらなと思います。ただしそれによって眠りにくくなったりする可能性があるんで、体の中とかでこう違和感とか現れて、まあ、まあ結局霊的な方の話になるんですけども、これ聞いてもやっぱりそうなる可能性が高いですね。体の中に霊的なものが入り込んでるっていう、それは外しの方で外してもらったら、人間の感覚的にこうどうやったらいいのかな、ここの中で思ったりだとか、こう外そうとね、取り付いてるものとか、そういうものを外そうという行動を、まあ、心の声とかで思っていただいたら外れます。それ感覚的に分かりますか？なんかこう体がこう変だなっていうのがあったら、中になんかこう入り込んでるような感覚とかね、まあそれはもうスポーツの勝ち負けとかずっとしてたから、もう僕にとってはもう随分昔からのことなので、まあその辺のところには慣れてるんですけども、だからそういうことまでいろいろ分かってきたら、昔の人で輪廻転生っていうところまでたどり着いた人はすごいなって、生まれ変わりがあると、だから霊的なものが存在するあるっていうことが分かっていて、そういうふうなことをいろいろと、知っていて、死んだ後もこれは多分生まれ変わりがあるんじゃないかと、それが人間の世界なんじゃないかと、昔からある言葉ですからね。以上です。皆さんご協力ご対応のほどよろしくお願いいたします。